生徒さん、おはようございます。おはようございます。今日は一日密着よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ簡単に自己紹介お願いしていいですか？あ、はい。私、ギョルフィ・エルドと言います。僕は2018年、UD トラックスに入社して、今、人事の教育チームに勤めています。朝はすぐに出社するわけじゃないんですね。日によっても、もう朝から会社に行く日もあるんですし、一日、まあ、在宅勤務やる日もあります。で、あと今日みたいに、午前中だけ家でやってて、午後は会社で勤める、まあ、ケースもあります。UD トラックスさんってどんな会社ですか？UD トラックスは、まあ、主に大型トラックを製造している会社です。日本国内だけじゃなくて、およそ60国に、活動してます。ACE と呼ばれている自動化運転と電気化運転とコネクティビティに関することを、まあ、これからのことイノベーションをかけて発展していこうとしてます。I'm very proud to launch to you Fujin Enrijin to 2030 vision. The full commercialization of electromobilityand automation on heavy duty trucks by 2030. Final one, 密着させていただきます。はい、お願いします。今は何されてるんですか？今はですね、メールチェック、メールの返事をしているところです。部署内の人へのメールですか？あ、はい、そうです。どんな会話をするんですか？研修の調整、名簿に関する質問とか、従業員が欠席するか出席するか、例えば、欠席ならば、ウェイトリストがあって、で、うん、ノーウェイトリストからこの人が参加できるかどうか、なんか、そのような調整も、まあ、結構入っていきます。11時から会議がありまして、はい、何の会議かというと、はい、UD トラックスの中には、Early Career Network、まあ、略して ECN っていうネットワーキンググループがありまして、はい、で、その今後の活動とか、アイディアシェーリングとか、まあ、そのような会議なんです。頑張ってください。はい、今から参加します。いってらっしゃい。はい。Hey, good morning, Daniel. Hello, how are you? Good, good. How are you? Yeah, good. I need to come to the office soon.Oh really? I'm coming soon too. It's been a while for me. Yeah, I have makeup on, so you can use makeup. That's why I kept jumping. Yeah, that's important. Nice. Thank you so much. Thank you. They are so friendly. Oh yeah, yeah. Yeah. Friendly bunch. Yeah. I'm wondering if we just send out the information we have and maybe a correction later. Yes, I think that's probably better. Because, yeah, kind of. Thank you, everyone. Have a nice day. Bye bye.エイドさん、お疲れ様です。はい、すごい盛り上がってましたね。あ、まあ、いつもこんな感じで、気軽で楽しい感じで、はい、会議を行ってます。本当にずっと英語なんですね。ミックスのケースもあるんですよ。ちょっと前にメインに日本人の事務員が多かったんですね。まあ、その時は結構日本語で会議をやってたんですけど、で最近米国から入社してて、このグループにも入ってて、もうちょっと英語の方に切り替えてたんですよ。この後のご予定を教えていただきたいんですけれども、今から会社に行きます。お、じゃあ出発ですね。今帰ってきます。行ってらっしゃいませ。行ってらっしゃいませ。はい、行ってきます。エリンさん、めっちゃいっぱい食べますね。お腹すきました。今日のランチ紹介していただいていいですか？あ、はい。豚骨と白ご飯、ピザ、キャベツサラダ。じゃあ、エルドさんのランチ仲間の方です。自己紹介簡単にお願いします。テクノロジーのパワープリン開発のシン・ビョンジュと申します。エルドさんとはどういう仲間なんですか？入社時期がここ一緒。一緒に働いてますか？仕事はあんまり被ってないです。あ、そうなんですね。でもたまにランチ一緒に食べたりって感じですか？そうですね。パワートレーンの担当と申します。なんか UD トラックスさんってどういう人が多いとかってありますか？自己主張する人も多いから。へー、ちゃんと意見が言える人が多いってことですか？意見が高いっていうか、ちゃんと意見を持ってる人が多い気がします。じゃあ例えば会議とかは一人一つ意見を持っていて、なんか話すっていうのが当たり前にある？そうですね。年齢関係せずに自分自身の
考えも意見の関係でいるのか結構いると思います、うん、逆にそれが求められるんですね、ユリたちは。あ、それが求められる、はいはい、みんなバックグラウンドもそれぞれですし、いろんな国の方も置いてたり、他の人の話をちゃんと聞いてから話し合うことを大事にしていくと、うん、非常に人どれぐらい、そうなんだよ、そうなんだよ。あ、でも急にちょっとに、急にちょっとぐらいですけど、お疲れ様でした。ゆずさん、はい、ミーティングお疲れ様です。はい、お疲れ様です。今何のミーティングされてたんですか？社内でポッドキャスト、毎月やってます、ポッドキャストの準備と計画について会議をやってました。毎月にテーマが異なっていきますので、今回のテーマは第二言語の学び方とアドバイスとか、よりよく勉強する方法とかについて、実際いくつかの言語を喋れる受験の意味で、はい、なんかライブインタビューみたいなものを行うんです。この後は何されるんですか？フィカです。フィカ、いわゆるコーヒーブレイク。それはスウェーデンのなんか文化ですか？はい、そうです。必ずスウェーデンの会社でフィカっていう空き時間を作るんですよ。じゃあその本場のフィカ、ぜひ一緒について行かせてください。あ、はい、お願いします。はい、お願いします。Well, you started out as an engineer before, right? Yes, I also changed the lights. Oh, really? Yeah, and then UD? Yes.エルドさん、これが噂のフィカですか？あ、そうです。じゃあ今日集まったあのフィカの皆さん、ちょっと簡単に自己紹介いいですか？はい、人事部で働いてます、真山と申します。私は2020年の秋に入社して1年半ほどここで働いてます。リエイと申します。私は2020年新卒として入社しました。豊島貫楓と申します。今は、ビジネスコントロールっていう経理と経営企画みたいな部署に所属してます。あ、そうです。Very touching moment, yeah. エルドさんのちょっと休憩中にオフィスツアーをしていただくということで、はい、こんにちは、新入りメンバーの大塚紀穂です。よろしくお願いします。採用担当の方にもお越しいただきました。じゃあ早速お二人オフィスツアーよろしくお願いします。はい、ここが、ユデトラックス本社の玄関となっていて、1階と2階は、来客の方がいらっしゃるところがあります。今ここの写真にあるのがユデトラックスで集まっているトラックの6社で、左半分にあるトラックが日本を主にした先進国向けで、右半分は東南アジアだったりアフリカを対象としたトラックになります。上に行きましょうかね。はい、はい、お願いします。はい、ミーティングルームを紹介したい。おミーティングルームは個人部屋の1人で使うミーティングルームと、あとは人数に合わせて大体10何人とか、はい、4人5人のミーティングルームもあって、ここで海外とかですね。あ、もちろんです。あとは全国に支社があるので、そこの方と連携をし合うっていうところもありますし、普段在宅で働いてる人もいるので、ここに在宅で働いてる人が集まって現地にいる人もいる。こちらに個人部屋が今使用されています。本当だ。こういった形で。今エルドさんは会議中ということなので、私たちだけで9階に来ちゃいました。さっき4階はオレンジだったんですけど、ここは青で、しかもこういう文字がいっぱい書いてありますね。そうですね、各階全て色が違うっていうのがまずあって、はい、こういった会社のバリューも至るところに書いてあるので、はい、Hey, Peter, how are you? Hey, good, you? I'm good, yeah. So I was explaining her the values of the company. Oh, yeah. And it's all over the walls. Yeah. So maybe you could explain our values. Sure. So our company promise is going the extra mile, right? That you see in a lot of places. So for example, going the extra mile connects to our products. Mm-hmm. That they excel in vehicle efficiency and uptime, for example. Mm-hmm. And then you also have ultimate dependability, for example, which is what UD stands for. Yeah, and then we have smart and modern, which connects to, modern ways of working, and smart because we use the latest technology in our products. And then we have Gemba Spirit and also Excel in the Essentials. Yeah, those are the five values. They're on the walls, they're on a couple of different posters, and we use them a lot in our communication and branding. Yeah. こちらが、作業工場になるんですけれど、だいぶ広くて、だいたい1キロ四方の工場になっていて、奥の方にトラックが見えると思うんですけれど、そこが完成車プールになってます。ここで作られるんですもんね。もう完成車がラインで流れているので、そのトラックを追っていくとどんどん完成していくっていうところがすごく面白いです。人事部
長に来ていただきました。簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。あの人事部の井岡です。よろしくお願いします。人事部長から見てエルダさんってどんな方ですか。英語もできますし日本語もできますし、うん、で日本大学で勉強したこともあるので、うん、いろんな文化を知りながら日本の文化も知っているという意味では貴重な人材だと思います。活躍されてますか。そうです。Actually, the first time I met Inoka-san was when I was still doing my job hunting in Japan. Mm-hmm. So ever since then, I felt that he was easy to talk to, mm-hmm. kind person, so easy to get along with and work with. So yeah, overall very friendly person. Mm. I want you to be honest. Is there anything that you want him to like improve? To improve? To be honest, I would say right now we're doing kind of a lot of innovative things. For example, what we're doing right now, this YouTube interview, we didn't do as much previously. So we're able to do it right now and we got the support of Inoka-san as well. So I think there's nothing more that I can ask. We're actually trying to do that already. So, yeah. お二人が思う、なんかこういう人は UD トラックスに合ってるなっていう方、どんな方がいると思うか、ちょっとディスカッションしていただけたら嬉しいです。I think that the UD trucks is, previously there was a lot of focus on Japan, but now it's becoming more and more focused on global. But not only that, but also a lot of focus on like new ways of working, like technology, new technologies, utilizing social media and whatnot. So I think people who are familiar or are willing to take their work or their careers into these type of directions can be good for the company. それに加えて、あと思うのは、最近やっぱり先が読めない、いろんな変化があるから、そういう変化を楽しんで乗り越えられるっていうのはいいかなと。でもちろんその変化っていうのは、さっきエルが言った技術の変化だったりとか、テクノロジーの変化っていうのもあるし、環境の変化っていうのもあるから、そういうところが乗り越える人って大事。ちなみに、ここのお部屋めちゃめちゃ綺麗だなと思ったんですけど、これって何のお部屋なんですか。これね、コミュニケーションエリアっていうのがいて、仕事だけじゃなくて、簡単な相談であるとか、気楽にこうコミュニケーションができるように、こういうエリア各階。あ、各階にあるんですか。この後は何されるんですか。この後ですね、グランゲージカフェ開催します。はい、グランゲージカフェが何かというと、はい、英会話に似たようなものなんですね。まあ、英語だけじゃなくて日本語も実際やってます。これ、まあ、すべて、従業員の中で行っているものなので、日本の従業員だけじゃなくても、全世界の UD の従業員が参加して、で、自分の英語力を誰かと話したいとか、なんかそういう気軽な会話セッションなんで、UD タクシーの中の英語ネイティブの人があまりいないんで、ネイティブに近い人を呼んでサポートしていただいて、はい、英語喋りたい人たちと触れ合い感を作って、いろいろなトピックについて話したりとか、まあ、とにかく自分の英語力を、まあ、アップするためとかというセッションですね。Okay, so I'm going to create the breakout rooms now, and in around 50 minutes, I'm going to close them and call you all back. So enjoy, have fun, and see you in a bit. 英語だけじゃなく、社員として自分のオフィスにしか社員がないと思ってしまうケースが多分多いかと思うので、こういう機会だと本当にグローバルの従業員とつながる機会も作られますし、ネットワーキング面でもいいと思います。My hobby is listen to music and watch movies, and yeah.Yeah. Okay, everyone. Have a nice day. Thank you all for joining. See you soon again. Bye bye. Bye. 1時間お疲れ様です。今日のランゲージカフェはどうでしたか？あ、今日は結構盛り上がりましたよ。楽しかったですよ。はい。この後の予定は何ですか？これからですね。今。UD エクスペリエンスセンターの紹介したいと思います。ありがとうございます。こちらのシャンパンゴールドっていう色の車が大型トラックのドームです。こちらは上尾工場で生産して主として国内のマーケットに販売しているものです。あと一部右ハンドルの車にも輸出しています。こちらオレンジのトラックは輸出向けのトラックでクリスターっていうトラックになります。タイマホーの工場で作ってそこから新興国向けに販売しているものです。こんなバンパー見たことありますか？ないです。これは南アフリカ仕様のトラックなんですけれど、動物が飛び込んできちゃったりするケースがあるんで、こういうバンパーついてます。あと向こうのトラックと比べてもらうと、バンパーが鉄であったりとか高さが高かったりとか、クロス走行にも適したものになっています。それとこのステップを見てください。これがね、動くんです。こうやって だからここに何かぶつかってもこう逃げるような、壊れないような作りになってます。そういう海外の使い方を考慮した仕様になっています。それとドアの方に行ってみてください、はい、中覗いてみてもらうと2段ベッドになっているところがわかるかと思います。上狙える。海外向けのトラックの場合って大陸だったりすると国をまたいでいくような場合もあるので、そういうところでは2人の向けに寝れるようにということで、こういうダメットも必要なグリーンを使っています。
と今から福利厚生のジムに行ってきます。お、仕事終わりに運動するんですね。そうなんです。いってらっしゃいませ、頑張ってください。お疲れ様です。今日は一日密着ありがとうございました。いや、ありがとうございました。では最後にユディトラックスさんを目指している学生さんにメッセージをお願いします。本日ツアー見てた通りかなり自由な雰囲気があるので、自分自身のありのままでいて応募してください。ありがとうございます。では先に失礼します。